たかしさん。タ、え、ケ、ー、さんは道路でダッシュなどしていますが、アスファルトの硬い地面で膝とか腰とか怪我しないのですか自分は腰痛持ちなのでクッション性に優れた靴でランニングをしています。土で走った方がいいと思っているので、で、えー、毎日夜の野球場をぐるぐる走っています。アスファルトでも土でもあまり違いはないですかアスファルトの方が怪我しにくいでしょうね。はい。あのー、 かかとのあるクッション性のある靴で、夜の柔らかい野球場を走ると、まあ、多分、あの、怪我しにしやすいんじゃないかなと思います。ゆっくり走ってるうちはいいと思いますよ。ジョギングとか自由にやりゃいいと思いますけど、スプリントとか俺みたいにするんだったら、道路が、あの、地面が硬ければ硬いほど、まあ、言ったら、自分の出力に対するリアクションがダイレクトなんで、あの、ズレが起きないですよ。 でも、地面に着いたときに、あの、自分から力入れて月に行くことは僕らしないんで、あの、地面を迎えるように待ってて、地面が来たら、ビクンって、あの、身長反射っていう反,反応を使って、グンってこう加速の、あの、動作が始まるんですけど、その時に、バンってついたのに、例えば地面が土でずるって滑るとか、蹴ろうと思ったら、 グリップが甘くてずるって滑るとか、例えば柔らかくて、ドンってついたのにまだ下があったとか、柔らかくてふわってなったとかすると、パワーポジションから外れるんで、外れたとこで、あの、外れてるのに足をグって押したりすると腰が反ったりして、あの、体が起きちゃって、腰の腰椎がこう、後ろに反ってこういう状態になって、 地面からの反発をもらうんで、それすると追間板が潰れたりとかすることが多いから、柔らかいところとか下り坂を走るときっていうのは、そういうズレが起きやすいので、あの、気をつけた方がいいですね。だから、なるべく硬いところで筋力が弱いうちは、ゆっくりなスピードで走ること。で、本当にあの、体重を支えて反発させることが、 楽な筋力がついてきた時に、しっかりスピードをちょっとずつ上げていくっていうことを気をつけとけば、あの、地面は硬ければ硬いほど怪我はしにくくなると思うので、はい。まあ、正しい走行フォームで走っていればの話ですよ。はい。ランニングの仕方がすごく下手とか、力を入れる向きが間違ってると、まあ、どのサーフェイス走っても怪我する可能性はあるので、 まあいろんなことを気をつけてください。まあ僕でも、僕はあんまり体重を筋肉でグーって、筋肉の力で押し込むタイプじゃなくて、パンと反射を使ってそこから体重を軽くするために体を動かして、負担を少なくする走り方だから、地面は硬ければ硬いほど反発をもらいやすくて、そこからのリカバーっていうか、体重の跳ね返りを楽にもらうことができるので、 はい、走りやすいってことなんですね。ちょっとこれ技術的に高い技術が必要なんで、皆さんには当てはまらないこともあると思います。はい。勝ちたかったら登録しとけい。